ドミニク・ド・ビル・パン、ドミニク・ド・ビル・パン、ドミニク・ド・ビル・パン、1953年11月14日帯は、フランスの作家、外交官、弁護士、政治家。本名は、ドミニク・マリエ・フランソ・ワルネ・ガルソディ・ビル・ポーン、ジャック・シラクの下で、2005年から2007年まで、首相を務めた。呼び名について、貴族賞である、全知事でを略し、ビル・パン、 ミルパンという故障が使用されることがある。モロッコのシュトラバトに生まれる。青少年期は、アフリカ、ニューヨーク、カラカスで過ごし、帰国後はトゥールーズにある、イエズス会系私立のリセに通った。バカロレアに合格し、パリ第10大学、パリ第2大学、パンテオンやサス法学専攻を経て、パリ政治学院から1978年、フランス国立行政学院、エナ入学。 デナ卒業後の1980年、フランス外務省に入省。ワシントン、ニューデリー勤務を経て、保守派の有力政治家であったジャック・シラクの外交面での側近として、頭角を表していった。1995年、シラクが勝利した大統領選で貢献し、エリゼグー、大統領府官房長官には敵。1997年にはシラクに、 国民議会解散を強く進言するが、選挙では与党が大敗。辞表を提出するがシラクは受け入れず2002年まで務めることになった。2002年、フランスのラファラン内閣の外務大臣に就任。イラク戦争改戦を強行しようとしたアメリカに対して強く反対した。アメリカの国防長官、ドナルド・ラムズフェルドから改戦反対のフランスとドイツは、 古いヨーロッパだと日に暮られると、国連アンポリで、フランスは古い国だから、あえて反対すると切り返した。その外交姿勢は、ド・ゴール主義にとても近いと言われている。折から高まっていたイラク運戦の世界的な世論に、ド・ビルパンの国連での演説は強くアピールし、シラクの側近官僚というイメージから、一躍大統領候補として注目されていくようになった。2004年から、 ラファラン内閣内務大臣、2005年5月31日、欧州憲法批准の国民投票で反対が半数を超えたことによるラファランの首相職辞任を受けてフランスの首相となった。2005年パリ郊外暴動事件では暴動鎮圧を図るため暴動のきっかけとなった警察が感電死させたとされる死亡したフランス移民の遺族に対して 事件の調査を行うと約束したが、暴動の鎮圧とまで至らなかった。また2006年には、就業率を上げるために2006年3月に26歳以下の若者を2年以内の雇用なら、理由なく解雇できるという青年雇用対策、初期雇用契約を首相、内閣先導で強行制定したが、この法案が逆に若者を怒らせる結果となり、 フランス国内の大学での抗議活動が激化、若者が暴徒化指警官隊と衝突した。各企業、自治体、交通機関でもこの CP 法廃止を求めストライキへ突入。3月28日には、フランス国内のほとんどの交通機関で、ストライキの影響によって、交通麻痺を起こす事態となった。次期大統領候補としてのライバルでもある与党。 国民運動連合党首、ニコラ・サルコジが和姿勢を示す中、妥協案を固くなに拒否していたが、4月10日、シラクが CP の事実上の撤回を決断したことで、政治的に大きなダメージを受けた。追い打ちをかけるように、外省時代にサルコジのスキャンダル、後に事実無根と判明を情報機関に探らせていたのではないかとの疑惑、クリアストリーム事件が持ち上がり、 窮地に陥った。一時期、サルコジと並んで右派勢力の有力な白区後継者と目されていたが、首相としての任期中二度も大暴動を招いたことから、大きく株を下げ、二千六年四月の調査では、第五共和政果の首相として、低の支持率を記録した。二千七年になっても、大統領選挙への立候補を表明せず、同行が注目されていたが、三月に入ってサル、 コジへの指示を明言。自らの出馬は断念した。サルコジ政権発足後の2007年7月、前日のクリアストリーム事件で起訴され、後半が2009年9月から行われた。同年10月、検察から執行猶予付金庫1年6ヶ月と罰金4万5千ユーロ、約610円を求刑されたが、2010年1月28日に、 無罪判決が言い渡された。2012年フランス大統領選挙に向けて2010年6月、中道右派の新党を旗揚げしたものの、立候補に必要な推薦人を集められず出馬を断念した。ナポレオン一世を大変尊敬しており、長大なナポレオン伝、百日天下あるいは、犠牲の精神という本も書いている。そのためナポレオンが完成させた、 官僚機構を高く評価しており、その官僚機構の象徴である内省に2004年に就任した際は大変な感激だったとのこと。同時にそれは小さな政府の実現を理想とするニコラサルコジとは相入れず、実際に二人は性的同士だった。2006年10月、長女のマリーがジバンシーの新作香水のオーディションを本名を隠して受け、 採用されたことで話題となった。ドミニクは娘のモデル業に大反対し、現在も認めていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。